はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。ドラゴンクエストビルダーズやっていきたいと思います。今回なんですけれども、いよいよ溶岩魔人戦になりますね。ということで、行きましょう。で、溶岩魔人戦に入る前に、どうやら一回戦闘を挟むみたいなんですけど、サイテマン、ちょっとまずいことになっちまった。どうやら魔物どもが私たちの動きに感づいたらしくてね。私たちが溶岩地帯に攻め込む前に、ここを潰そうと攻めてきてるらしいんだ。ようやく準備も終わってこれからって時に。だけどまあ心配しなくても平気だよ。魔人の金槌があれば楽勝なはずさ。さあ、最低魔物たちをぶっ倒す準備はいいかってことなんですけど、まあ、攻め込んでくる敵は多分大したことないので、また倒したことがある敵とかだったらカットしようかなと思います。まあ、俺にはこのバネと、この大砲があるんで、あとみんな魔人の金槌持ってるみたいなんで、はい、問題ないですね。フレイザードも多分魔人の金槌で一撃で倒せるみたいなんで、ちょっとカットしたいと思います。はい、片付けました。楽勝でございました。サイテマン、なんとか敵を払えたけど、あれは一体どういうことだい？今までここに攻めてくるのは溶岩魔人の手下の魔物だけだったのに。確かになんかブリザードみたいなやつも来てましたね。明らかに溶岩魔人の手下じゃないみたいなやつらも来てたんで、今回は敵の中に氷の力を持つ魔物ブリザードがいたじゃないか。確かにこれはひょっとすると溶岩魔人のやつら、ガライア地方を支配する氷河魔人の軍団と手を組んで、いけない、厄介なことになる前に溶岩魔人をぶっ倒しちまわないと。さあ、サイテマン、さっさと溶岩地帯に攻め込むよ。荒くれどもに忘れずに声をかけるんだ。手を組んでってことは、そうか、溶岩魔人が多分氷河魔人ってやつになんか共闘を申し込んだということなんで、そいつらが手を組んでしまう前に溶岩魔人を先に仕留めてしまおうっていうことでしょうね。ってことなんで、全員荒くれどもを連れて行きたいと思います。もうノンストップで行きますよ。あの女の子強いんですよね、あの青い服着たあの子強いんですけど、まああの子は留守番させておこうか。で、俺行くのは姉御とこの荒くれ3人で乗り込みたいと思います。サイテマン、私はなんだか嫌な予感がするよ。ひょっとしたら魔物のやつら、ラライの炎と氷に関する発明を狙っているのかもしれない。もしも炎の力を持つ溶岩魔人と氷の力を持つ氷河魔人が合体して一つになるようなことになれば、もう私たちの手には負えなくなっちまう。大の大冒険のフレイザードみたいなやつが完成するってことでしょうか。六大団長のその厄介なことになる前に、溶岩魔人だけでも先にぶっ倒さなきゃね。溶岩地帯のことはもう分かってるだろう。くどくどした忠告はもうやめにしておくよ。私たちの目的はただ一つ、溶岩魔人をぶっ倒すことだ。何、溶岩魔人だなんて大層の名だけど、所詮チンケな腕一本さ。さあ、ひとまずこれがこのマイラでの最後の戦いになるはずだよ。溶岩地帯は青い扉の先だ。さあ行くよ、サイテマ。はい、青い扉の先ってことなんで、こっちですね、行きましょう。で、なんか今気がかりなこと言ってたんですけど、マイラでの最後の戦いになるはずだみたいなことを言ってましたよね。ってことは氷河魔人ってやつは別のショーでの戦いになるってことなんでしょうか。まあまあいいや、溶岩魔人ってやつを倒しに行きます。もう考えてもしょうがないんでね。あとこのゲーム始まって初めてのこの仲間たちなんで、マジでこの BGM がね、あっこか。多分あそこですね。あそこの溶岩地帯。マグマハンド。多分あいつだと思います。ちょっと行きましょう。とりあえず近づかないことにはどうにもならないんで。で、橋をかけてあげないと、多分仲間たち来ないと思うんで。接近します。とりあえず橋を。大丈夫か、みんな。よし、さあ仕留める。暗い、あ、食らない。あ、魔人の金槌だ。魔人の金槌じゃないとダメージ与えられない。ちょっと待ってね。何がいらない、これいらないわ。
で魔人の金槌に切り替えてこれでいきます。はい、いけるいける、ダメージ与えてますね、一応 OK、 楽勝でしたよ。アメルダから依頼された依頼を達成した。はい、ということなんですけれども、一旦じゃあ村に戻りますか。はい、じゃあ一旦村に戻ります。あまりにもちょっと拍子抜けだったんですけど、マグマハンドラスボスではないってことかな、このショーの。はい、倒しました。アメルダ終わったぜ。やったね、サイテーマン。あんたが作った魔人の金槌のおかげで、このマイラを支配する魔物の親玉、溶岩魔人をぶっ倒したみたいじゃないか。けど妙だね。魔物の親玉を倒したらパーッと空の闇が晴れると思ってたけど、これってまさかまだ魔物の親玉を倒しきれてないってことなのかい。もしそうだとしたら、これ以上私にどうしようって言うんだ。もうあいつの発明の断片だけじゃ、あれより強い兵器なんか作れやしないよ。こうなったらあいつの研究に行ってみるしか。あいつの研究所？そんなのあるの？でも、おっとすまない。今のはこっちの話さ。ひとまずご苦労だったね、最低は。これから先どうしていくかは一度温泉にでも入って考えてみるよ。はい、一応こんな兵器、城塞化進んでますけど、一応温泉の町という世界観は、エニックスは守ってくれてるようですね。一応温泉の町。こんなんじゃないですよ、マイラって。ドラクエ1見たことないよっていう方。こんなんじゃないですよ、マイラって、本来。こんななんか大砲とかもないし、もっと木々が生い茂ってて、っていう町なんですよ、マイラは。最低は、俺には分かってたぜ。溶岩魔人を倒しきれてねえってことはな。そもそもマイラの魔物の親玉があんなちんけいな腕だけなわけがねえ。いつもの姉子だったらそんなこと当たり前に分かってるはずなんだ。けどきっと姉子は過去の傷に触れる前に蹴りをつけようと。やっぱそうですね。なんかあるんすよ。ラライと。その因縁になんか触れてないから、俺も終わりではないかなと思ってたんですけど。なあ、最低マン。俺の読みじゃ魔物との戦いはこれからもっと激しくなるはずだ。ここいらで、お前とアジトの筋肉レベルを一つ上げといてくれねえか。違うぜ。今のはわざと間違えたんだ。重苦しい空気を少しでも軽くしようと思ってよ。どう発展させるかお前に任せる。アジトをでかくしてビルダーとしてもでかくなれ。ちなみにこんな設計図を作ってみたぜ。作らなくてもいいけどよ。念のためにな。はい、ガロンのバーカウンター。バーを作れって言ってんのこれ、ガロン。マジかよ。こいつは筋肉だけのやつだと思ってたが、バーを作れと。はい、バーを作れって言ってるみたいですね、どうやら。なので、じゃあ、まあ、バーといえば温泉の横じゃないですか。だから、温泉の横に、じゃあバーらしきものを作ろうかなと思うんですが、どうするか。入り口をつなげるか、温泉と。例えば、こんな、この辺あたりに入り口置いて、みたいな。いや、おかしいな。これはちょっとおかしいな。どうしようかな。なんか温泉とうまい具合につなげたいんだよね。どうしよう。バーカウンター裏から入って、なおかつカウンターみたいなのもあるから、ちょっとどんなのかだけちょっと確認しよう。このバーが。どういう感じの見取り図になってるのかだけちょっと確認します。反対側から、どうやらバーテンの入り口みたいなのがあり、こっちがバーカウンターの客の入るところか。はい、ということなんですけれども、ちょっと難しそうなので、まあ、とりあえずバーを作ってみるんですけれども、どこに作るかだな。これちょっと難しいですね。バーテンの入るところは、客から入れないようにしないといけないっていうのと、難しいが、この辺に作るか。いや、でも温泉から近い方がなんかいいよね。どうしよう。ちょっとね、作ってみたいと思います。
はい、拠点レベルを4にしました。そしてこのバーカウンターみたいなものを完成させております。はいと。で、まあ一応ね、外壁みたいなものをこの土で埋めました。はい、こういう感じでやってたらレベルが4に上がってくれましたね。で、ビルダーズのこのレベルなんですけど、多分5が最高じゃないかなって思ってます。なんで、まあ最終的には5とかにもしていきたいんですけど、リムルダールですら、レベル4、拠点レベル4止まりだとかだったので、5は多分ね、クリア条件とかではないと思うんですよ。やり込み要素として、拠点レベル5まであると思うんで、まあとりあえず、このマイラ編の拠点は4にできて、4にできたかなと思います。いい感じにアジトが発展してんな。気のせいか筋肉もわずかに増えた気がするぜ。なあ、最低マン。ちょっとマジな話していいか。ずっとマジな話してたんじゃなかったの、こいつって。ずっとふざけてたんだ、じゃあ、筋肉とか言ってたの。まあ、ダメって言われても話すんだけどよ。マイラを支配する魔物の親玉である溶岩魔人を倒すための最終兵器を作るには、おそらく姉子の忘れてえ過去に触れなくちゃならねえはずなんだ。俺たちの姉子はな、強がっちゃいるが、実はものすごく繊細な人でな。これから先何かあったお前に姉子の支えになってほしいんだ。俺たち荒くれはガサツでいけねえ。最低マン、頼めるのはお前だけなんだ。姉子のこと頼むぜ、最低マン。これは俺たちの筋肉と筋肉の約束だ。マジな話って言いながら、また筋肉の話をしてんな、こいつは。はい、姉子になんかバトルのあれが出てるんですけども、まあまあ、バトルは余裕なんでね。最低マン、あんたガロンと何を話してたんだい？あいつあんたに何か余計なことを言ったんじゃないだろうね。まあいいさ。今はそれどころじゃないみたいだしね。どうやらまたしてもここに魔物の軍勢が迫ってきているらしいのさ。とにかく今は敵を追っ払っちまおう。まあ敵を追っ払っちまおうってことなんですけど、溶岩魔人はもう倒してあるので、まあなんか新種の、そのためにあの場所に行ってみるしか手はないか。研究所ですね。ラライの。次の目的地なんですけど、それはやってくる魔物をぶっ倒してからの話だ。行くよ最低マン、ということなんですけど、まあ多分ブリザード系が出てくるだけだと思うので問題ないと思うんですが、そうですね、ブリザード系が出てくるだけなんで、まあちゃちゃっと片付けたいと思います。はい、ちょっとね、緊急事態です。なんとですね、多分氷河魔人でしょうね、これ襲ってきました。ちょっとまずいな。全然問題ない相手だと思ってたんですけど、まさかこいつ自ら来るとは思わなかったな。なんとか俺一人で片付けたいと思います。大砲は多分効かないんで、まあこの魔人の金槌で立ち回ることになると思うんですけど、ジャンプじゃ避けれないもんね、敵の攻撃。うわ、あ、でも敵の攻撃も効いてないんで、ゴリ押しで倒せるかなと思うんですけど、大砲とか効かない？魔法の大砲。あ、OK、キューギング。はい、これでちょっと倒します。問題ないですね。この大砲連続放射で倒していきたいと思います。やれる。全く問題ございません。これさ、ここじゃなくて、こっちの方に設置すれば、あいつ多分なすすべないよね。あ、一応飛ばしてくるのか。まあでもこれで倒せそうなんで、サクサクと倒したいと思います。はい、敵をすべて片付けました。大砲を駆使して戦えば全く問題なかったですね。で、緑の、旅の扉緑が手に入ったので、いよいよもうこのマイラ編本格的に大詰めかなと思います。で、ここに設置したんで、さっき設置したんですけど、なんか若干通り道になってるから、このなんか旅の扉の部屋も多分作らないとダメですね。はい、じゃあね、このパート、この旅の扉、緑の扉の先、確認してちょっと終わりにしようかなと思います。あ、ここの緑の扉の先もどうやら雪原地帯のようですね。で、コメントでご質問いただいてたんですけど、最低マンは独身ですかといただいてたんですけど、独身です。はい。ということで、じゃあ、一旦この辺でこのパート終わります。次回ね、そろそろ、
ラスボスが、このマイラ編のラスボスが出てくるかなと思うんですが、ちょっとアメルダの話だけ聞いていきますか。助かったよ、最低マン。よく魔物たちを追っ払ってくれたね。敵の中にいたあの氷の腕は氷河魔人のものに間違いなさそうだ。これは溶岩魔人と氷河魔人が完全に手を組んだってことだね。これはいよいよグズグズしていられない。早いとこ奴らに対抗する最強の兵器を作り出さないといけないよ。ところで最低マン、あんたまた新しい旅の扉を手に入れたんだろ。それを使ってあんたに行ってきてほしい場所があるんだ。それは発明バカのラライが生前研究所として使っていたガライの町の跡地さ。あ、ガライの跡地にラライの研究所があるんだ。ガライって言えばあのドラクエ1でいう左上にある町ですね。あの橋があってダンジョンがある町で有名なんですけど、ガライの町は。そこにならラライが発明しようとしていた魔物を倒す最強の兵器の手がかりがあるはずだ。正直気は進まないけど、ここまで来たらもう背に腹は変えられない。ラライの発明の記憶をたどって兵器を開発するのはもう限界だからね。頼むよ最低マン、新しく手に入れた旅の扉を使ってラライの研究所からラライの研究記録を探してきておくれ。はい、ラライの研究記録を探しに行けということなんですけれども、もしかしたらね、モンスターで溢れている可能性があるんですが、また次回ね、ラライの研究所、行けたらなと思います。次回というか、まあ明日ですね、また明日動画出しますので、よかったら見に来てもらえたらなと思います。次回、をお楽しみに。最低マンでした。ありがとうございました。はい、と思ったんですけども、もう少しだけね取れそうなので、ちょっともう旅の、ラライの研究記録をねちょっと取りに行きたいなと思います。ちょっと動画編集した後にあと10分はないかな、8分ぐらい取れそうだったんで、ちょっともう早速ガライの町に向かいたいと思いますよ。あそこか。ガライの町中の敵を倒せ。はい、どうやらここがガライの町のようです。で、ガライの町にはなんか氷河魔人がいるのか。とりあえず氷河魔人だけ倒します。あのこいつら倒しても、あのモンスター、周りのモンスター倒しても多分キリがないので、こいつ、あの氷河魔人だけ、遠くから大砲を打ち込んで倒してやります。俺にはこの兵器があるんだ、負けはしない。あとはもうこの方法ですね。連打してるだけで多分倒せると思うので、周りの敵は、ガロンたちに、鬼ガロンたちに任せて、俺はここから大砲の連発で氷河魔人を片付けたいと思います。ありけにだな。で、前回の方法もこうやって倒したんですよ。この氷が飛んでくる時だけ避けて。仲間やられてんじゃん。ちょっと待って、こんなはずじゃなかった。もう一回これ体力最初からってきな。うわ、最初からじゃん。はい、ちょっと片付けますねこいつら。はい、終わりました。で、どうやら俺大砲を撃ってる間にガライの町を傷つけてしまったようです。で、中になんかギギギギギギって言ってるやつがいるんですけど、まあとりあえず大砲だけ回収して行きたいと思います。ガライ編とどうやらマイラ編を第3章で共通でやってしまおうっていうことみたいですね。で、キラーマシンがぶっ倒れているが返事がない。ただの鉄くずのようだ。いいようよ、屍のようだってできないからって。あ、まだ若干動くぞこいつ。お前誰だ。そうか、ラライ様の助手だったアメルダの。すまない、私が守っていたマシンパーツは魔物たちに奪われた。代わりにこれ持っていけ。ダメだ、私も壊れる。ギリアメルダ、ラライ様、愛した人、守ってやってく。ギリギリ。はい、ラライの研究記録を、手に入れましたが、どうやら空っぽのがどうやら魔物たちに持ち去られてしまったようだと。どうやらなんですけど、ラライはキラーマシーンに、この町をガライを守らせていたらしいんですけど、破壊されてしまったみたいな、守りきれなかったみたいなことじゃないかなと思います。うわ、ウヒャヒャヒャ言ってんな。
どうやら正気で書かれたものとは思えない。サイテーマはそっとノートを閉じた。ガライの町を再建するっていうことではどうやらなさそうですね。なのでまあとりあえずこのラライの研究記録を持って、とりあえずアメルダに店に行きたいなと思います。マジか。俺ガライの町も結構好きなんで、ガライの町もね復興したかったんですけど、どうやらガライとマイラ編は同時にやるみたいですね。じゃあ早速アメルダに研究記録を見せましょう。アメルダ、ちょっと待って、一晩とりあえず寝よう。思いのほかなんか深いよね。なんか1章2章、2章は病気のあれでしょ、で1章はなんか仲間たちで本当に怖かったのはモンスターではなかったみたいな、で第3章はこういうちょっと重いテーマですね。なかなか。そうかい、研究所が魔物どもに。それはひょっとすると魔物どもに先手を取られたのかもしれないね。やつらまさかもうラライの発明品を手に入れて。いけない、こうなったらすぐにでも持ってきてくれた研究の記録を読み解かないと。サイテーマン、早速ラライの研究記録を渡しておくれ。頼むぜアメルダ。サイテーマン、こりゃすごそうだよ。あいつの発明は前に話しただろう、炎と氷を合体させて爆発的な力を得るって技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいだ。あいつは結局炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。このメモを完全に読み解くのは私には苦重そうだ。でもなんとかしてみるよ。ありがとう、サイテーマン。メモの解読までもう少し待っていておくれ。はい、ということでとりあえずアメルダを待ちましょう。メモの解読をやってもらってる間に多分、あ、また新しい依頼が出てますね。こいつはシェイミだっけ、シェネリか。サイテーマンさん、魔物との戦いで忙しそうなところをごめんなさい。私最近悩みがあるんです。私の話聞いてくれますか。こいつだけなんかちょっと違うな。まあはい、いいですよ別に。こいつなんか違うよね、魔物とか関係なしに自分をやってますよね。自分はこの頃夜になるとどこからか歌声が聞こえて眠れないんです。すごく綺麗だけど悲しげな歌、私聞いていると涙が溢れてきちゃって。だからお願いです、この歌の秘密を調べてきてもらえませんか。サイテーマンさんは私がガライアの雪の中で魔物に襲われた記憶が私の宝物の鍵だったことを覚えていますか。この鍵は私が雪の中でたまたま見つけたものなんですけど、歌声が聞こえてくるとそれに反応してぼんやりと光り輝くんです。私はこの鍵が聞こえてくる疑いと関係がある気がして。サイテーマンさん、この鍵は私、あなたに差し上げます。どうか赤い扉の先を探して疑いの秘密を解いてきてください。はい、どうやら次は鍵のイベントのようですね。赤い扉の先に、鍵の真相を確かめに行くということなんですけども、もうさすがに一旦パート切ろうかなと思います。で次回なんですが、また明日ですね。ちょっと2度目のあれになるんですけれども、サイテーマンでございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。